完全オフにしました。っていうのもここ最近のね疲労が結構膝に来てたりとか、ふくらはぎの筋肉痛、横が出たのか分かんないですけど、それがなかなか治らなかったんで、マルオカップ終わって1日ランオフにしました。で筋トレはしてたんですけど、1日空けるとねこのふくらはぎの、痛みも、まあ、約5日ぐらいで、なくなってきたので、まあ火曜と水曜日については、滞りなくポイントレに復帰できるかなというところで、前述についてはしっかりジョグを入れていこうというような感じですね。今日は1時間ぐらい走って、また水曜日も少し強度高めでやっていくので、ゆっくりとジョグして、体をほぐして翌日に備えたいなというような感じのジョグです。じゃあまだこの後ジョグがもう少しあるんで、頑張ってジョグしていきましょう。よし、今ね記録書を作り終えました。こんな感じで記録書作成の作業が終わったので、次は全体の記録書、今ね記録書は3人で分担してやってるので、全部出揃い次第、今日の夜あたりにメールを順次送っていこうかなと思っております。時刻12時なんですけど、ご飯食べて、仕事行きたいなと思います。本日のお昼ご飯はカレーですね。インスタントカレー。あ、賞味期限が切れてる。まあ納豆ってもともと腐ってるし大丈夫っしょ。おう、見て、永遠に取れるな。行ってくるよ、コムも。持ち帰るよ。ただいま。うんこいっぱいしてんやつ。ただいま。ご飯やっか。
毛抜けるね。鉄ほら、鉄いやいや、よし、ではスピンバイクやっていきます。今日はもうちょっと田畑やらずに20分だけこご、疲れた、動画を見ながらこげる最高の練習環境。終了。ずっとそこで待ってるの？濡れるよ。ここで待つの？早いんだよ。すいません、ちょっとご飯途中なんですけど、今日ちょっとね、あのサブチャンネルの撮影をしてた
してたんですけど、まあ、それをその動画をちょっと本チャンネル用にも使おうと思って撮ってなかったんですけど、なんとこちら起動してなかったっていうね起動してない、カメラ起動してないのを延々と一人で喋り続けるっていうのをちょっと10分ぐらいやってたもったいね、もう映えもなくなったし、これね、この餃子もねすごいね、映えた感じでね撮れたんですよ。今日もサブちゃんは絵できやなと思ったんですけど、ちょっと撮影できておりませんでした。ってことでサブちゃんお休み。ちなみにこのサブちゃんと撮ろうと思ったのが、最近出たこのレモネードハイボール、これをちょっとね飲んでみたっていうような、サブちゃんを撮ろうと思ったんですけど、動画が撮れてなかったということで、もうおとなしくご飯食べて寝ます。サブちゃんおやすみ。